연구소를이끌어주신그사랑을생각하시면서함께찬양감사마노아이오모이나가라고이쇼니삼비시마스만민賛美86番です。86番賛美せずにいられない、賛美せずにいられないです。賛美せずにするしかない、我が愛、我が心、
今日金曜ティーチャーのメッセージは愛する東海上センターの代わりにイヒソン牧師がメッセージを取り次ぎます。メッセージを取り次ぐ先生と恵みを受ける自分自身のために祈ります。사랑의아버지하나님감사합니다오늘도우리사랑하는성도님들금요철예배로유아같이나왔습니다마음과뜻과정성다의신령과진정으로예배하는귀한시간되게하여주옵소서감사드립니다예수그리스도이름으로기도하옵나이다お祈りいたします。アーメン。礼拝の前にまずお知らせいたします。教会開拓36周年を迎えて本聖殿주님재림단그림 LED 고단야루슈노사이린노에노 LED 헨코토네교체공사가마무리되었습니다온교기기의일부교대사교가시작이됐습니다네보다생생한영상과음향으로아자야카나에이조또온교대세도미나사노메그미아오레르레아이또이노리오다스케르타미데스 LED ディスプレイは横13メートル、縦 5.5 メートルの大型映像で、すべての礼拝、また徹夜祈祷会はもちろん、すべての賛美と祈り、また万民マガジン映像の時、大きくて壮大な画面で礼拝の感動を加えるでしょう。愛を持って心に抱いてくださった東海蔵先生に感謝し、毎晩 GCN 放送のために祈ってくださった木戸院長先生と生徒の皆さんに感謝します。アーメン。アーメン。この感動の心を持ってただいまより黙祷によって金曜徹夜一部礼拝をお捧げいたします。大水その愛を消すことはできません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの詐欺すみくしか得られません。アーメン。万民賛美100番我が愛2を賛美します。万民賛美100番です。이곳에계시지는않아
ご一緒に祈ります。愛する同会長先生のために祈ります。ハレルヤ、愛の父なる神様、大いなる恵みと愛に感謝します。愛する牧者を立ててくださって、終わりの時を生きている私たちが目を覚まして信仰生活をできるように祝福してくださいました。美しい天国、新しいエルサレムが、エルサレムを望み希望を持って生きていきます。神様、さらに同会長先生にさらに強くしてくださり、さらに大胆に神様の摂理を完全に成し遂げられ、牧者を通して成し遂げようとするすべてが実現されますように。牧者を通していつの誤差もなく神様の御心を実現してこられました。すべての訓練の時間、試練の時間をよく乗り越えて、再創造の力によって勝利するでしょう。また多くの人々を救って天国、新しいエルサレムを満たして、この神様の御心と摂理を完全に成し遂げられるでしょう。牧者を支えてください。感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖殿建築のために祈ります。ハレルヤ、愛の父なる神様、感謝します。美しいカナン聖殿、大聖殿の摂理が完全に実現されますように。牧者は言われた通り、すべての御心を繰り広げてくださって、全世界を実現してこられました。複合的な祝福が与えられ、神様に栄光を返すようになるでしょう。生徒の皆さんは牧者をさらに信頼して愛して、御言葉通りに行って、心を清くして、複合的な祝福が与えられると、美しいカナン聖殿、大聖殿を立て上げて、再び来られる主を迎える、備える私たちになるように祝福してください。今日も神様の御心が完全に成し遂げられますように感謝します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。メッセージを取り継ぐイーヒソン牧師のために祈ります。また恵みを受けるために祈った後、 GCN 放送の局長金次農長老が礼拝のために祈ります。ハレルヤ、愛の父なる神様、感謝します。今日も私たちが金曜徹夜礼拝に来ました。心と思いを尽くして霊と誠によって礼拝を捧げたいです。御言葉を主体求めます。メッセージを取り継ぐイーヒソン牧師、神様はメッセージに力を吹き込んでください。力あるメッセージを伝えるようにしてくださり、牧者の心でたっといメッセージを伝え、私たちはこのメッセージを聞いて、神様の愛の深さを、主のまた牧者の愛とその深さを悟るたっとい時間になるよう祝福してください。神様、全国全世界の万民の生徒の皆さんの上にも恵みをお与えください。霊と誠によって礼拝を捧げて、メッセージを聞いて悟るように力を与えてください。愛の父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。父なる神様、手術から5日も万民の生徒の皆さんを守ってくださり、イエスキリスト主の十字架の愛に感謝して、一晩を礼拝を捧げるように恵みをくださって感謝します。日々蒸し暑さが続く中、いつも集まって目を覚まして祈るように、涼しい聖殿に最先端の LED スクリーンで礼拝を捧げるように配慮してくださった牧者の愛にも感謝します。今晩も心と思いを尽くして霊と誠によって礼拝を捧げるように助けてください。1982年、太陽が炸裂するとき、教会を開拓して万民に福音を伝えなさいと言われた通り、全世界の人々を救うために忠実に働いてきた万民といつも共におられ、1万1000余りの市協力協会を持つようにしてくださった神様に全ての感謝と栄光を返しします。絶対真理である御言葉と、またこの終わりの時、神の力によってイエス・キリストだけが私たちの救い主であり、また天国と地獄があることを確かなものとしてくださって、誠の価値を教えてくださった牧者の教えにも感謝します。秩序である天国を目に見たかのように、手で触ったかのようにできないような私たちを、新しいエルサレムへの希望を持って幸せに生きるような人として、命を尽くして導いてくださったその愛を心
心に刻むように助けてください。水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされると言われた通りに、万民の働きは決して諦めないでしょう。再創造の再創造の力を成して、終わりと時の摂理を実現して、栄光の主を迎えるように助けてください。父なる神様、このように私たちを大きい恵みと祝福をいただきました。振り返ってみたら、私たちの自分の欠乏を発見します。あなた方に互いに愛し合いなさい、あなた方を愛したようにあなた方は互いに愛し合いなさいと言われた通りに、霊の愛を悟らせてくださいました。振り返ってみたら、信じているとしても先に理解することもできず、許すこともできず、高めることもできませんでした。神様、お許しください。行いと真実を持って日常生活の中でも主の愛を見せてくださった牧者の教えを悟って、また行う万民の生徒の皆さんになりますように。今日は道会女先生の代わりにイーヒソン牧師が愛の力というメッセージを取り継ぎます。聖霊に満たされて力あるメッセージを伝えるように助けてください。メッセージを聞く私たちの心の戸を開いてくださり、神様を愛して、神様を愛する人はどう生きるべきか悟る時間になりますように。司会するチュヒョンチャル牧師、残った司会も支えてくださり、1週間心込めて準備して栄光を返すインマヌエル聖歌隊と西オーケストラの賛美と演奏を喜んでお受けくださり、キム・ダヨン姉妹と祈祷員の賛美チームの特別賛美を通しても栄光をお受けください。2部を導く中産業施設の上にも神様が支えてくださり、聖霊に満たされる時間になりますように、この礼拝のために奉仕している方々の上にも報いてくださり、この地上でも祝福してください。全国全世界で GCN 放送を通して、またメディアを通して礼拝に参加している生徒の皆さんと視聴者の皆さんの上にも、本祭典と同じ恵み感動をお与えください。この礼拝を通して栄光をお受けください。感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読いたします。ローマ人への手紙8章35節から37節までです。拝読いたします。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられて羊とみなされたと書いてある通りです。37節までです。インマヌエル聖歌隊と西オーケストラの賛美と演奏があります。我が主に賛美せよ。
特別賛美があります。金大勇姉妹です。金大勇姉妹は2016ソウル大学管楽コンクール、2017 CBS 青少年音楽コンクール1位など多数のコンクールに参加して受賞しました。現在韓国芸術衛生教育院2年生に在学中です。私たちに美しい新しいエルサレムを知るようにされ、希望を持っていけるように導いてくださった父主牧者に感謝し、もっと嬉しくて幸せに走っていきたいという吉田を心を持って、美しい新しいエルサレムをフリューゲルホルンの演奏で栄光を返します。美しい新しいエルサレム、もう一度栄光を返してください。
네두번째특송입니다기도원次は기도員賛美チームです。万民기도員で기도員女先生を助けて賛美の働きを果たしているチームです。牧者の限りない愛と神の力によって変化の身として出てきた万民の姿を力強い賛美で栄光を返します。牧者の御意。もう一度英語を返してください。
감사. 教会内外のニュースを伝える万民マガジンをご覧ください。まもなく万民マガジン上映があります。満民の嬉しい知らせを伝える満民マガジン、7月8日ヘッドラインニュースです。2018年前半期、満民を守って祝福してくださった父なる神様に感謝して捧げた発音の借り入れ感謝手術と、イスジン牧師を講師に行われた2018年青年カナン中高生光と塩宣教会献身礼拝などニュースをお伝えします。世界を心に抱いておられる牧者の空間の中で守られて癒された海外の生徒たちの恵みあふれる証を万民マガジンでお伝えします。7月1日2018年前半期、本教会を導いてくださった父なる神様の愛と恵みを振り返りながら、発音の借り入れ感謝手術礼拝を捧げました。連合清潔神学校の総長チャン・グヨン牧師は、収穫させてくださる神をテーマに、イサクを礼に挙げて神様を信頼し、そのお言葉に従った時、どんなに大きい祝福をいただけるのか説明しました。손으로이기느냐이세가지를들어서설명을해주셨습니다그래서저는오늘이세가지저녁예배시에는夕方礼拝の時には教職者会長イスジン牧師の指示で生産式が行われました。いつも私たちを守って導かれた父なる神様に心を込めて感謝の香りを捧げ、私たちに向けられた父、主、牧者の愛を心の奥深く刻みました。7月15日、青年カナ中高生光と塩宣教会献身礼拝を捧げました。献身者は清潔の福音と牧者の力を全世界に伝えようと決心し、熱い献身の香りを捧げました。講師のイー・スー・ジン牧師は、献身者が天国の新しいエルサレムへの希望をさらに持つように、最後の勝利を得るためにというメッセージを伝えました。最後の勝利を得るために第一に必要なものは忍耐です。第二、下さる報いを望まなければなりません。祝福の2018年、4つの連合会の献身者全員が報いを望みながら、最後の勝利を得るその日までさらに力強く走っていきますように。私は万民です。私たちが万民にあって、父なる神様、主、牧者を通していただいた愛と恵み、祝福、答えなど、さまざまな証を分かち合う聖徒の証主義公募展、私は万民です。今回は5月14日から6月3日まで、本教会と司教会の生徒たちの積極的な関心の中で多数参加して行われました。そのうち特別賞と奨励賞を含み計13人が受賞しましたが、
同장은일가난성도의최유정씨도쇼와第一가난선교会の최유정씨지지銀쇼와第二가난선교会の유미연씨지지금상은金쇼와一の一男性選挙会の진한영씨지지영예대상은栄誉のグランプリは第一青年選挙会の김현평姉妹が受賞して父なる神様に栄光を返しました。私は約30年間万民、つまり私たちの教会、そして道会女先生と一緒でした。私が万民に出会って体験してみて聞いたこと、そして私の家族が体験したことを振り返ってみたとき、全てが真実で事実なので、堂々と私は万民ですと告白できます。憂鬱で不幸な人生になることもあり得たが、牧者を通して見つけた神様が私の人生を幸せな人生に変えさせてくださった。腰のヘルニア、首のヘルニアが癒されたことで神様が生きておられることを悟るようになり、姉を許して父を愛するようになった。牧者を通して受けた施しは母の役割を代わってしてくれただけでなく、今も奨学金をもらって進学校に通っている。冬が過ぎて訪ねてくる暖かい日差しと春のように、私にとって父、主、牧者はこのようなものだ。父なる神様、主に出会って、牧者に出会って、万民に出会って、私たちは誠の祝福をいただいています。誇らしいその名、万民、私たちは万民です。週刊単身です。7月22日開拓36周年記念礼拝と祝賀公演があります。万民夏のキャンプ、思い出の写真コンテスト、生徒の皆さんの思い出が込められた幸せな夏のキャンプの写真コンテストにご応募ください。生徒の皆さんの多くのご参加お願いします。2018年万民夏のキャンプ、命の御言葉と驚くべき神の力ある技、牧者の愛で一つになった万民、父なる神様に捧げる感動の賛美、今私たちに必要な霊的再充電の時間、講師イスジン牧師と一緒の2018年万民夏のキャンプに皆さんをご招待します。キャンプの受付はモバイルでもできます。詳しくはモバイルホームページをご覧ください。万民の証、タイチェンナイ。こんにちは、私はタイチェンナイ万民教会のニランヌ姉妹です。韓国を学ぶためにチェンナイ万民教会に来ました。韓国を学んでいて礼拝を捧げているところを見ましたが、牧者が説教しておられました。先生は憎しみ、妬み、そねみ、偽りも罪だと言われました。それで自分の心をチェックするようになったし、罪を捨てる方法まで教えてくださるのを見てとても感動しました。先生は説教のたびに正しいことだけ言われて、その教えは善と真理そのものでした。今まで誰一人このように教えてくださった方はいませんでした。それで心の戸を開けて主を救い主として受け入れました。賛美が好きな私は賛美チームとリズムチームの使命を果たしています。うちは農村で牧畜業をしていますが、両親は牛を育てています。今年の3月に子牛を出産したのですが、生まれてから片目が白内障で目がほとんど潰れていました。
よく見えなくて、うまく歩けなくて、走れないで、しょっちゅう木にぶつかるのです。父は獣医さんのところに行って症状を説明したら、胞子は遺伝的な影響で白内障があるとのことでした。獣医さんは必ず手術をしなければならないし、手術をしたとしても完全に治療はできないと言いました。それに手術代も高かったのです。私はそんな胞子があまりにもかわいそうでした。御言葉に照らしてみたら、これは偶然ではないと思って自分自身を顧みて祈りました。祈ってみると、完全に手術を守らなかったことと、10分の1献金をごとごとくしなかったこと、また聖霊の声に聞き従わなかったことなどが思い浮かびました。それで私は祈りの答えをいただくために涙で悔い改めて火のように祈りました。その時私は万民マガジンの証の中で、無安の甘い水で癒されて答えられた証を思い出しました。それで甲子に甘い水をつけて、神の力が込められたハンカチで祈ってあげました。当会場先生の癒しの祈りまで私が代わりに受けました。それから5日経ったら、大学の近くに自炊している私に父が驚いたと連絡をくれました。白内障が消えて、今はよく歩いて走っているとのことでした。木にぶつかることもなく元気でいると言いました。それで私はすぐ家に帰って子牛の様子を見ました。無安の甘い水と神の力が込められたハンカチで癒されたことが本当に嬉しかったです。子牛もそれが分かるのか、私に近づきながら笑っているようでした。牧者の力は本当に驚くべきで素晴らしいです。獣医さんも治療できなかった片目の潰れた子牛が祈りで癒されたのを見て、両親の心も溶けて伝道の門も開けました。私もこの体験がさらに牧者に信頼するきっかけになりました。私がチェンライ万民教会に出会えなかったなら、牧者に出会えなかったならどうなっていただろうかと考えてみます。牧者に出会えるように、神の力を体験できるように導いてくださった父なる神様、主に感謝します。先生、とっても愛しています。ハレルヤ。モンゴル、ウランバトル。こんにちは。私はモンゴル万民教会のハサンサナ聖徒です。モンゴル万民教会に登録した後、太陽に囲む丸い虹を初めて見た瞬間が忘れられません。父なる神様は本当に生きておられ、私といつも共におられると感じられたからです。その後私は細やかな神様の愛を体験しました。今から私がいただいたその愛をお伝えしようと思います。私は中学生の時、右耳が痒くて尖ったもので耳をほじくりましたが、うっかりして鼓膜が破れてしまいました。その時から誰が読んでもよく聞き取れないし、何回か読んでこそなんとか聞き取れました。よく聞こえないから誤解することがよく起こって、話をする時とても困って
いました。病院に行ってみたら鼓膜が破れていると、薬を塗って治療を受けましたが何の役にも立ちませんでした。その後からは何の治療も受けませんでした。そんなある日、隣のチェチク聖徒さんの伝道でモンゴル万民教会に来ました。メッセージがとても良かったし、たくさんの生徒が癒されて祝福される姿に感動しました。また金曜徹夜礼拝2部で熱く賛美するのが良かったし、私も他の方たちのように癒されたいと思いました。それで右耳の癒しのために2回連続特別ダニエル徹夜祈祷会に参加して、いちいちも欠かさずに祈りました。そして娘の就職のためにも切なる心で祈りました。最終日に授賞式がありましたが、想像もできなかった尊い賞をいただきました。それは牧者の温かい愛の心が感じられる布団でした。とても嬉しくて幸せでした。そして神様は私の祈りに応えてくださることを確信しました。その数日後、イヤホンをしてメッセージを聞きました。前は右耳がよく聞こえないから左耳だけで聞いていましたが、今回は左耳を塞いで右耳にイヤホンをして聞いてみました。そうしたらとてもはっきり聞こえるのです。信じられなくて何度も繰り返してみましたが、やはりよく聞こえました。その時癒されたことが確認できました。神様は本当に生きておられるとのことです。私も仕事を探すために母と一緒に特別ダニエル祈祷会に参加して祈りました。祈祷会が終わった次の日にすぐ就職する祝福をいただきました。神様に感謝します。私を清潔の福音と神の力あるたとえ万民教会に導いてくださった父なる神様に感謝します。そして霊肉ともに祝福された生き方に導いてくださった牧者に心から感謝します。先生、とても幸せです。愛しています。フィリピン・マニラ。こんにちは。私はマニラ万民教会の子ども教会学校に通っている12歳のザネル・ゴンザレボです。3月の末、私は空手の真似をして蹴ったのですが、おじが私の足をつかみました。その時左肘から地面について倒れましたが、倒れた直後は腕を動かせたのですが、突然腕が腫れ上がってとても痛くなりました。ザネルは十分泣きました。病院に急いで連れて行きましたが、お医者さんは腕が腫れていたからまずレントゲンを取ってみようと言いました。結果は腕が折れていて、金属をインプラントする手術をしなければならないが2つの金属が必要だと。でも私は仕事がないから費用がないと言ったが、お医者さんはザネルはどうしても手術を受けなければならない危険な状況だと言うのです。病院では私たちにお金を用意して明日もう一度来なさいと言いました。その次の日は手術でした。私はマニラ万民教会に行きました。教会に着いて椅子に座りやいなやずっと涙が流れました。担任のオムジェボン牧師は私の腕を見て、神の力が込められたハンカチで祈ってくださいました。私がこのように祈りを受けられたのは父なる神様が癒してくださることを信じたからです。祈りを受けた後、パンパンに腫れていたザンネルの腕の腫れがすぐ引きました。
手術が過ぎて月曜日に母と一緒に病院に行きました。母はお医者さんに私の腕がどうなっているのか聞きました。お医者さんはレントゲンをもう一度撮ってみようと言いました。結果を見てお医者さんは良い知らせがあると、ジャネルが手術を受ける必要がない、インプラントをしなくてもいいと言いました。先生の話を聞いてびっくりしました。すでに癒されていたのです。やはり主には不可能がありません。今腕は全然痛くないし大丈夫です。前は辛かったのですが、今はこのようによく動かせます。これは本当に奇跡です。主がジャネルを完全に癒してくださいました。癒してくださった父なる神様に感謝と栄光を返しします。牧者が祈ってくださったハンカチで癒されました。先生本当にありがとうございました。ハレルヤ。こんにちは、私はフィリピンマニラ万民教会担当のオムジャボン牧師です。6月7日、その前の日から大雨が降っていました。夜12時を超えましたが、もっと祈らねばという気がしてずっと祈っていました。1時40分ごろ、教会の正門をどんどん叩く音が聞こえました。私が目を覚ました時は家に水がたくさん入っていて足の深さまでありました。まず子供たちを外に連れ出して、車に乗せておいてから牧師先生を起こそうと思いました。私は教会の正門を強く叩いて大声を上げました。砲弾から降りて ドアを開けました。すると生徒さんが、先生先生、この地域が洪水です、早く教会の聖なるものを安全なところに高い場所に移さなければと言ってくれました。その時うちの家は膝上まで浸水していました。教会の反対側の家は胸のあたりまで水に浸かっていました。みんな貴重品を運ぶのに忙しくしていました。車を持っていない人、持っている人は高いところに移動して、浸水から逃れるために全ての人が忙しそうに動いていました。私はその時、韓国に祈りを要請しようと思いました。その時フィリピン時間では夜2時を過ぎていて、韓国では3時過ぎでした。全世界の司教会を担当しているイヒーソン総指導教師に、ここマニラが洪水になって教会の一部も浸水しています、速やかに雨が止んで教会に入った水も引けるように祈りをお願いしますという携帯メールを送りました。しばらくしてイーソン先生が、祈りますがそちらでは東海町先生の祈りを3回続けて受けてくださいと言われました。それで聞き従って東海町先生の祈りを受け始めました。1回目の祈りを受けて、2回目の祈りを受けるとき、聖殿に溜まっていた水が外に引いていくのが見えました。水の中には泥のようなものがあったので、泥が引いていくのが流れではっきり見えたのです。それがフィリピン時間で2時17分ぐらいでした。私は本当に驚きました。なぜならそれまで雨がずっと降っていたのに、
突然水面が低くなって水が早く引き始めたからです。東海町先生の祈りでこの地域の水が早く引いたことが分かりました。続いて3回目の牧者の祈りまで全部受けました。最初の祈りを受けてから30分ぐらい経って外に出て確認してみたら膝まであった水が全部引いて地面が出ていました。その時半地下のうちの家に溜まっていた水も減りました。家財道具を全部片付ける前に水が減ったのです。차있던물이갑자기줄어든것이죠。ところが浸水のせいで近所のインターネットカフェのパソコンが故障したし、この近くに駐車していた車も水に浸かってエンジンに水が入って、まだエンジンがかからないそうです。前にもこの地域が浸水したことがありますが、その時私は小さな店をしましたが、浸水で食料品が濡れて被害を受けました。ところが万民の生徒になった今はうちの家族が神様の守りの中にあるのを感じています。なぜなら今回は何も水に濡れたものがないからです。私は神様を信頼しています。神様はうちの家族と共におられます。私は神様の守りと牧者の空間をいつも感じながら生きています。水が全部引いてから村の一方からざわざわと声が聞こえてきました。マニラマミン教会から約20メートル離れたところでちらっと見ても人よりはるかに大きい蛇を隣人たちが捕まえたのです。蛇が捕まったのを見て一方では驚きもしましたが、一方では嬉しくも思いました。すべての敵である悪魔サタン、暗闇の力が打ち砕かれて、うちの生徒たちがもっと霊的な信仰生活ができるだろうと思って嬉しかったのです。それから2週間後、6月7日に続いて約2週間後の21日にももう一度豪雨が来ました。それで今度は最初から牧者の祈りを大きい音で流しておきました。初めは水がどんどん上がってきましたが、教会の正門で水が入ってくるのが止まったのです。まるで天の軍勢と御使いが正門を境にして水を塞いでくれるような感じがしました。牧者の空間の中で世の空間とマニラ万民教会の空間を分けてくださって、教会には水が入らないように、牧者の空間の中で安全に守ってくださるのが感じられました。ですから牧者がどこにおられても牧者の祈りの威力は強くて、牧者の空間の中でいつも牧者の羊の群れが守られていることを証しします。このような機会を通してもう一度愛する牧者に感謝しています。先生、本当にありがとうございました。幸せです。アルゼンチン、生徒の皆さんこんにちは。韓国とは地球の反対側にあるアルゼンチンよりマルチン・アルバレス牧師がご挨拶いたします。私は2010年から30カ国余りのラテン神学校連合の中南米地域の学長をしていて、毎月朝から夕方まで集中訓練コースを運営しています。私が担当している国は10カ国で、
볼리비아, 볼리비아 브라질, 브라질 파라과이, 파라과이 우루과이 칠레, 칠레 아르헨티나, 아르헨틴 페루, 페루 콜롬비아, 콜롬비아 그리고 베네수엘라, 베네수엘라 멕시코 です. 1996年7月、アルゼンチンでイジェロク博士と万民の選挙チームに初めてお会いしました。とても恵み深い出会いでした。その後、私はイジェロク先生のスペイン語著書を監修することになって20冊以上になりました。この働きをしながら霊的な分野で理解できないところがありました。そんなある日、先生が私の夢に来られました。先生にスペイン語はおできにならないでしょうと聞いたら、先生は、はい、私は韓国語を話しますが、例の空間の中では全てが理解できますと言われました。その後も先生は私の夢に何回も来られて、本を監修するのにとても助かりました。私はそうやって20年以上万民と共に働くことができました。先生の神学的な面は正確で、私はその教えが大好きです。なぜなら聖書に基づいた正確な教えだからです。이재록박사님의先生の働きのもう一つの印象的な分野は神の力ある働きです。神様は力を通してご自身の生きておられることを表しておられます。そしてこれにより私たちを霊的に悟らせてくださいます。それだけでなく、毎晩あるダニエル徹夜祈祷会で数千人の生徒が祈っている姿は本当に素晴らしいです。またもう一つは、イジェロク博士님은イジェロク博士はとても謙遜な方だということです。私は20年間万民の働きを直に見て、万民の生徒に会って働きの現場を訪問することが夢でした。何よりも礼拝に参加したいという心が切実でした。でも時間と財政が許さず、訪問を延ばしていたのです。父なる神様の恵みのうちに、妻のマリアと私は経費が用意できて、2017年10月、ついに韓国を訪問しました。イジェロク先生と挨拶を交わす祝福の時間も与えられました。その後、先生が私に言われることをスペイン語の通訳で正確に聞くことができました。先生は私を20年間待っていたと言われました。このようにお会いして、握手して抱き合った時、私は先生から確かな権威が感じられました。ただ儀礼的に挨拶したり、ついでに会ってくださったのではありませんでした。その時間は今でも忘れられない、とても素晴らしい時間で、期待していた以上に感じられました。そうやって万民の創立35周年行事に参加して、いろいろな行事と講演を見ました。私たちに大きい恵みと感動を与えてくれました。その中でも印象深かったのは、愛があふれている万民教会の生徒の姿でした。私は万民教会から遠く離れたところである方に、万民教会の生徒さんでしょうと聞いたことがあります。その方は、はい、そうですと言われました。家内は私にどうして分かったのと聞きましたが、その眼差しと顔には光があって、喜びが溢れているから万民の生徒だと分かったと答えました。それから証があるのですが、私が55歳になった時に膀胱に結石が見つかりました。カルシウムが石になって尖ったものが私の膀胱を傷つけて出血がありました。それで手術をして15日経ったのに傷口が塞がらなかったのです。
정상적이라면 正常 ならば すでに 塞がっているはずでした。 그리고 주일 아침이 そして 手術 の 朝 になりました。 저는 주일 아침마다 私は 手術 の 朝 になると いつも エンスラ放送 を 見ているのですが 先生が 예수님 の 祈りをして くださる時 私は 目を 閉じて このように 手を 当てて 祈りを 受けました。 어느 순간 私は 방광 膀胱 전립선 전립선 と 言われて 私は すぐ 痛む ところに 手を 当てました。 그렇게 시간이 흘러 오후 5시가 되었습니다. 저는 아내에게 상처난 부위가 가렵다고 했습니다. 아내는 저를 눕게 하고 테이핑을 벗었습니다. 아내는 놀라워하며 하나님께 영광을 돌렸습니다. 상처가 아물고 있었던 것입니다. 이재록 박사님의 기도로 그날 밤 11시에 하나야 한번 확인을 했습니다. 아내는 다시금 놀라워하며 상처가 완전히 없어졌다고 했습니다. 神様が 先生の祈りを通して働いてくださったのです。 私は 先生の時間と空間を超える祈りで癒される 驚くべき体験をしました。 今は 何の問題もなく その後からは 病院の治療を受けないで 元気に暮らしています。 癒してくださった神様に感謝申し上げ 祈ってくださったイジェロク牧師に心から感謝します。 저는 20년 이상 항상 이곳 아르헨티나니 만민의 지교회를 세우고 싶었습니다. 그래서 작년에 아르헨티나 만민교회라는 이름으로 교회를 세웠습니다. 아르헨티나 산티아고시의 25개 교회가 함께 일하고 있습니다. 지난 주말에는 수백 킬로 떨어져 있는 후쿠이시의 아르 목사가 방문해 만민의 가족이 되고 싶었습니다. 그래서 협력 교회가 되었습니다. 70 이상의 교회가 만민과 관계를 맺고 있습니다. 성령님의 역사는 브라질에서도 나타나고 있습니다. 또 미국 캘리포니아에도 만민과 함께 일하고 있습니다. 얼마 전 주님께서는 저를 이곳에 만민의 働きができるようにしてくださいました。 저는 아르헨티나뿐만 아니라 中南米全地域が 만민과 協力教会になればと願っています。 제가 가는 모든 나라에 만민을 知らせて そこの教会が 만민と交わり 나아가 そこに 協力教会、司教会になることが 私のビジョンです。 중남미 전 지역에 중남미 전 지역에 만민의 働きが 広げられることを超えて霊的につながって実を結ぶことを切に願っています。私はこの働きのために専念します。 사랑하는 박사님, 박사님은 진정 예수 그리스도의 사도이십니다. 예수 그리스도의 사도. 박사님의 사역이 예수 그리스도의 사도이심 보여주고 있습니다. 박사님을 사도로서 사랑하며 제 영적인 아버지로서 사랑하며 저의 목자님으로서 진심으로 사랑합니다. 그리고 모든 만민의 사랑합니다. 거친 광야 같은 세상에서 영혼을 소생케하며 삶을 변화시키는 목자님의 권능입니다. 목자님의 권능이 1만 1천여 명의 교력 교회가 마땅히 새날 모노의 흐름에 따라 행복한 마음으로 달려가고 있습니다. 전 세계를 만민이라는 이름으로 이끌어가는 목사님, 우리는 その美しい故郷で父・主牧者と共にいるその日を望んで、新しいエルサレムに向かってさらに力強く走っていきます。
神様に全ての感謝と栄光を返しします。今日は満民全司教会総指導教師イ・ヒソン牧師が愛の力というメッセージを取り次ぎます。LED スクリーンで見たらとてもいいですね。幸せです。美しい賛美をしてくださったインマヌエル聖歌隊と西オーケストラ感謝します。特別賛美をしてくださった金大勇姉妹、そしてコンクールに行って1位になったことも何度もありますが、とても幸せな気分になりました。美しい新しいエルサレムを演奏してくださって心が満たされました。ありがとうございます。祈祷員賛美チームありがとうございました。万民であることを、牧者の身であること、変化の身であることを賛美で表現してくださって、私の心も熱くなりました。感謝します。万民マガジンを制作してくださった GCN 放送を感謝します。マガジンを見たら牧者の愛が現れて、万民であることがとても誇りに思うようになりました。牧者はいつもそうだったのですが、本当に素晴らしいことをしておられますね。私たちの心に何が誠であるのかを教えてくださいました。神様が誠実な方であることを教えてくださいました。治安内タイの生徒さんが証ししてくださったのですが、孔子が白内障だったのにそれが癒されたのですね。とても不思議でした。お花も木々もそうですが、この全てのものの喜びも悲しみも神様を知っておられます。孔子が目がよく見えないからあちこちぶつかったりして、どれほど苦しかったでしょうか。それでその姉妹が祈って、その孔子が白内障であることも理由があると思って真理の御言葉を聞いたから、それで祈ったのですね。で、自分自身を顧みたら、自分の献金をことごとくしなかったことや手術を完全に守れなかったことなどが思い浮かんで悔い改めました。それから甘い水、ハンカチの祈り、道家寿先生の祈り、このようにして完全に癒されました。牛です、動物ですけれども、このように癒された後は親しく近づいてくるというのでありませんか。万民にはこのように幸せな証が売れています。また洪水があったのですが、フィリピンでもその水も聖殿の中には入らなかったのですね。聖殿の中で牧師の声が響いていたので、2番目の時は大雨だったのですが、聖殿 の正門の前に止まっていました。水も牧師の初めの声には聞き従っているのでした。このようにあちこちで証が売れています。腕の骨折も癒されて、鼓膜が破れたことも癒されて、よく聞こえるようになりました。このように私たちの問題を解決してくださっています。牧師はこのように甘い水もハンカチも録音された祈りもくださって、私たちがそれを信じて祈るとき、祈りを受けるとき、祝福されて癒されるようにしてくださいました。それで神様に栄光を返すようになったのです。神の子供であること、神様が作ってくださった存在であること、そして神様に栄光を返すようにしてくださったことがとても感謝でした。マガジンの証をしてくださった方々、ありがとうございました。講談喧嘩です。ソウル中央アセット株式会社職員一同です。教会開拓36周年を迎えるまで共におられた父なる神様に全ての感謝と栄光を返します。限りない愛と献身で死ぬしかなかった私たちを返させて、新しいエルサレムに導いてくださる牧者の愛にも感謝します。ソウル中央アセットは持続的に成長し、新南生命営業部門で13年間連続受賞して、世の中でも認められる企業として神様に栄光を返しました。いつも制度経営を教えてくださり、私たちを心に抱いて導いてくださる牧者の愛に感謝して、ソウル中央アセット創立13周年を迎えて、全職員が牧者の美しい身に出てくることを切に願って講談喧嘩をします。ありがとうございました。
講談喧嘩でも紹介しましたが、皆さんこのように後ろに大きいスクリーンがあるから、あ、お花もきれいに見えますね。また鮮明に見えます。オーロラの光も、そして虹もトンボも詳しく見えます。例の世界のものです。虚像であるこの地上のものではなくて、実像である例の世界のものを私たちは慕って、また目で見てきました。それを教えるために36年間、牧者は私たちの肉の目、肉の思いを打ち砕いて、例のものが見えるようにしてくださいました。それで天地万物を通して神様が生きておられることを見せてくださいました。このように牧者の導きが講談喧嘩として集まっています。奉仕してくださった方々にも感謝します。また超大型 LED 画面があって、どれほど良いでしょうか。マガジンの時、いつものようにスクリーンが降りてくるのではなくて、後ろにこのように鮮やかな大きい画面があって、正確にリアルに見えます。高画質の、はい、大きい画面があって素晴らしいですね。また主が再臨される絵も、こう見つかりも動いたり輝いたりするのが見えました。とても恵みを受けました。ある方がこれをしますと言われた時、私は牧師のことを思い浮かべました。牧師は生徒の皆さんが幸せになるなら、皆さんのために何でもすると言われました。そしてもっと詳しく皆さんがはっきり見えるようにしてあげたいと思っておられたのですが、超大型 LED の画面になってとても感謝ですね。牧師も皆さんが喜んでいるのと同じように喜んでくださると思います。牧師の心がもっと感じられます。 LED この画面を見ながら、私はとても牧師を思いながら感謝でした。この作業に加わった方々、感謝します。海外から来られた宣教師をご紹介します。今日金曜日あった礼拝にはフランス万民教会カンデヨン宣教師が参加しておられます。席からお立ちになるとき、温かい拍手で歓迎してください。歓迎します。はい、海外でロックしていてくださって感謝します。愛する生徒の皆さん、今日のタイトルは愛の力です。マガジンを見ると愛の力について分かりますね。癒されて答えられた人々は賛美が口から流れます。とても幸せそうです。そしてもっと神様に心尽くして賛美して礼拝しています。忠実に仕えています。このすべては愛の力によるものです。愛の力がどれほど大きいかを見せています。水曜礼拝の時もメッセージで伝えました。万民の生徒の皆さんは、今は他のどの時よりも御霊の歩みに入りたいと思って、全く聖なるものとされるために慕って熱く走っています。新しいエルサレムを望んでいます。マガジンでも出ましたが、私は誇らしい万民ですと告白していました。私もそれを見てとても心が熱くなりました。そうです、私たちは堂々と万民だと宣言することができますね。それでみんな新しいエルサレムを望んで走ってきました。水曜礼拝の時は、牧者が運営してくださる霊の空間の中にただいることと、その空間を信じることとは違うと伝えました。霊の空間の中にいることと、それを信じることは違いがあると。それは行いの違いです。預言者モーセと離れていたイスラエルの民について伝えました。出エジプト32章を通して説明しました。水曜礼拝の時メッセージを聞いた方々は思い出してみてください。出エジプト32:1-6です。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見てとあります。イスラエルの民はモーセと一緒にいて神様が共におられるのを見てきましたが、モーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見ました。目に見えるか見えないかがイスラエルの民には大きかったのです。それでモーセが見えない間、モーセが降りてくるのが遅くなったのです。万民の生徒の皆さんはどうでしょうか。
目に見えるものを見ていることではなくて、目に見えなくても神様の御心を探しています。しかしイスラエルの民はもどかしいことに、モーセが帰ってくるのが遅くなったので、その手間取っているのを見たのです。それで肉の思いが働いてしまいました。それで敵である悪魔サタンが働くようになりました。モーセと共におられる神様の御業と愛を見たのに、イスラエルの民は何を作ってしまったでしょうか。金の格子を作ってしまったのです。金の耳も外して、それを持って鋳物の格子にしたのです。神様がモーセを通してエジプトから連れ出してくださって、唐の災いも見せてくださったのですが、愚かなことにイスラエルの民は格子の鋳物を作ってしまいました。そしてそれを神だというのです。とんでもない形を作ったのですね。そしてそれが自分たちをエジプトの地から連れ上った神だと言いながら、その前に祭壇を築いて主への祭りだと言うのです。彼らは主を信じていました。そして神、主と呼んでいたのですが、イスラエル民の今のこの行いは堕落してしまったのです。それで間違った礼祭を行っているのです。その理由は何でしょうか。肉の思いを働かしたからです。神様は目に見えない霊である方なのに、そして神様はその証拠を見せてくださったのに、イスラエル民は今目にモーセが見えないから肉の思いを働かせて、敵である悪魔サタンに心が奪われて偶像を作ってしまいました。それでその前で生贄を捧げて飲み食いをして戯れたのです。しかし万民の聖徒の皆さんはどうでしょうか。今の皆さんは霊の空間の中で、牧者の空間の中で導かれて、トンボを見ても神様の愛を感じています。そのような皆さんに変えられたのです。私たちはもちろんまだ完全な人ではありません。全く聖なるものとされた人でもありませんが、私たちは牧者からメッセージを聞きました。真心と全く信仰という賛美もあります。それで歌いながらその段階に入ろうとしたっているのです。走ってはいますが、まだ完全なものとされたのではありません。完全な全く聖なるものとされたのではありませんが、万民の聖徒の皆さんはイスラエルの民の姿とは違うのです。聖徒皆さんはイスラエルの民のようではありません。イスラエルの民が肉の思いを働かせて、モーセが降りてくるのを手間取っているのを見ていたのですが、しかし万民の聖徒の皆さんはそれとは違います。まだ完全なものとされていなくても、万民の聖徒の皆さんは何を見ているのでしょうか。虚像ではありません。目に見える虚像ではなくて、実情である霊の世界、新しいエルサレムを見ています。牧者の霊の空間を見ているのです。ですから万民の聖徒の皆さんはもっと御霊に属するものを慕って集まって、自分が変えられようとして、神様の牧者の身となりたいと断食して祈っているのです。このような満面の皆さんの姿、これは善の反転を起こす牧者の身だと思います。牧師がどのような方なのかを私たちが証人として見せているのです。まさにこれが善の反転だと言えるでしょう。牧者が運営する空間は善と愛の空間だからです。肉の人は肉のものを見ます。そして匂いがして、それを嗅いでこそおいしそうと思います。目で見てこそおいしそうと言ったりいいと言いますが、しかし万民の生徒の皆さんはまだ目に見えるものがはっきりなくても、もっと慕って全く聖なるものとされるために、そして新しいエルサレムに行こうとして集まって断食して祈る姿に変えられているのです。その理由は牧者が運営する霊の空間の中にいるからです。私たちは牧者が36年間どのように生きてこられたのかを見ました。そして愛を感じたのです。私は考えてみました。出エジプト記32章をもう一度読んでみました。そしてイスラエルの民のことを考えてみました。モーセがイスラエルの民のために祈った時、許してくださって、そしてエジプトから救い出してくださったし、いろんな
力の御業を見せてくださったのです。しかしイスラエルの民がどうしてモーセが帰ってくるのが遅くなるとその目に見えぬ現象によって心が変わってしまったのでしょうか。肉の思いを働かせてしまいました。しかし今の万民の皆さんはそうではありません。イスラエルの民と違う理由は何でしょうか。愛の力のゆえです。私たちは愛して新しいエルサレムまで導いてくださる牧者の愛のゆえです。アルゼンチンの牧師先生も言いました。牧者の愛、その真心を感じたと、謙虚な方だと、その短い間でもその権威を感じたと忘れられないと言いました。私たちは36年間その牧者の愛を感じてきたのです。このようにその愛の力は素晴らしいものです。牧者がくださった愛を心に刻んでいるからです。それで牧者を信頼しているのです。数年前の夏のキャンプのテーマも信頼でした。私たちは牧者を信頼しています。ですから牧者が見せてくださる霊の空間がどんな空間なのかを知っていて、霊の世界が何なのかを目で見るようになって、牧者が運営する霊の空間を牧者を信頼するから信じるのです。そして牧者の空間の中から離れないで、出ていかないで、牧者の手をぎゅっと握っているのです。私たちに何が与えられたでしょうか。牧者が犠牲と献身によって満たしてくださった 99% の公義が与えられたのです。それでその力によってまだ完全なものとされていなくても、イスラエルの民とは違う姿です。それで御霊に直する姿になって、もっと霊の世界を慕って熱く走っているのです。これが善の反転です。肉の人には理解できないことです。肉の人ならこうしなければならない、互いに争って教会が潰れるしかないのではないかと思います。しかし万民は違います。牧者の運営する空間の中にいます。その空間は善と愛の空間です。ですから私たちは肉の人が思いもできない善と愛と信頼を持って熱く走っているのです。生徒の皆さん、イスラエルの民と万民の生徒の皆さんがどれほど違うのか見てみましょう。どれほど霊の空間の中で、牧師の空間の中で霊の世界を慕っているのか、そして牧者が教えてくださった通りに実情というものが何なのか、新しいエルサレム天国を私たちは望んで期待して見ています。それでその身として堂々と行っています。肉の人ではなく御霊の人として新しいエルサレムを慕って、その身であることを見せています。どのように見せているのでしょうか。生徒の皆さん、本当に感謝です。牧者と私たちはしばらく離れていますが、皆さんがその牧者の空間を信頼しているから、空を見るといつも携帯で撮ります。悪いものを撮るのではありません。雲を撮って、オーロラの光を撮っている生徒の皆さんの姿です。物事を見てもそこから牧者を思うのです。これから皆さんにお見せしますが、後ろに大きい LED 画面があるからはっきり見ると思います。リンゴを切ってもその中がハートの形になっています。パンを切ってもハートの形になります。はい、ハートの形ですね。リンゴを切ったらこのようなものが出ました。そうすると肉の人なら腐ったと思うかもしれません。傷んでしまったのねと思うかもしれませんが、万民の生徒にはそれが見えるのではなくて、あ、ハートだと思うのです。このように物事を見てもいつも霊的なことを思うのです。万民の生徒の皆さんはこの世の人々とは性別されています。マガジンにも出ましたが、このような生き方をしています。先週もメッセージで聞きましたが、2010年12月25日、牧者は想像もできない生徒の罪が書いてある手紙を読みました。その手紙の最初に愛する牧者と書いてあって、その愛するという言葉を握って神様に許しを求めたのです。それで7年間犠牲を払ってくださって、今私たちはこの霊の流れに乗っているのです。それで目に見えるものが全部ではなくて、目に見えない世界を信じるようにしてくださいました。それでリンゴを切っても、ああ、これは捨てなければと思うのではなくて、ああ、ハートだ、神様の愛だと思うようになりました。これだけではありません。オーロラの光やいろいろのものに現れるいろんな姿があります。
もちろん、とても愛したいと思っていたでしょう。イスラエルの民もモーセと離れていた時、いつ帰ってこられるのか、会いたいなと思ったかもしれませんが、その心が移り変わってしまいました。しかし万民の生徒の皆さんはそうではありません。変わることがありません。アルゼンチンのその先生も夢の中で牧者が現れて何をどう教えてくださったのか正確に覚えているのではありませんか。生徒の皆さんの夢にも牧者がよく現れます。本当に牧者は忙しいです。海外にまでも夢の中で現れてあれこれしてくださるのです。この牧者の愛によって私たちは熱く愛しているのです。礼拝に来る前ある方が夢を見たと証しをしてくださったのですが、それは次に証しを紹介しましょう。タイの治安外万民協会の生徒はとても慕っています。心が熱いです。それで空をよく撮るそうです。礼拝の前私に送ってきたものですが、ご覧ください。見えますか？正確ですね。この牧者の写真とそっくりの雲の姿です。これは昨日撮ったものです。生徒の皆さんが撮った牧者の姿です、はい、見えますね。牧者の横顔とか牧者が牧師カウンを着ている姿、この写真は放送室にありますから、はい、次そして今週手術4つの連合会の献身礼拝を捧げましたが、見えますよね。イースジン先生のこの小さじに同海先生の姿が見えます。生徒の皆さんがこのように撮って幸せな心で送ってくださいました。雲とか空とかお花とかいろんなものに現れて、海外からでもたくさんの方が送ってくださっています。また星を撮ったのですが、星にもこれは星を撮ったのを拡大したものですが、牧者の姿が見えます。大きい画面だからよく見えますね。もっと鮮明に見えると思います。花びらが散っているような姿もあります。はい、月の中に牧者の姿が正確に見えます。これが愛する生徒の皆さん、つまり牧者の身の証拠です。イスラエルの民とは違う姿です。変わることなく霊の空間を信じて熱く走っている生徒の皆さんの姿です。虹もたくさん撮っていますね。 V の形の雲もたくさん撮っています。ハートの形の雲とかたくさん撮っています。牧者がホンジュラス正解を導くためにいた時も V の形の雲を撮ったのですが、はい、V の形、ハートの形などたくさんあります。はい、ありがとうございます。ハートの真ん中に道海先生の姿も見えます。真ん中に皆さん詳しく見たいと思う方は放送室に資料がありますから、そこに行ってみてください。御使いの姿も見えます。太陽の中に牧者の姿が見えるし、これは雲の形が17です。これはでち上げではありません。十字架の形もありますね。生徒の皆さんがこのようにしているのです。信仰の道を歩んでおられる牧者、その空間の中にいる私たち、このように変わることなく神様を愛して霊の世界のものを慕っています。これはジャガイモですが、ジャガイモを切ったらこんな鳩の形がありました。世の人々はこれを見てどうして喜ぶのかと思うかもしれませんが、私たちは鳩の形だけ見ても心がときめいて本当に嬉しいです。そして笑顔になります。幸せになります。このように心が良いから牧者を愛するから。そうですね、1960年代の時ドラマなどで子供の誘拐事件があったり、親と離れる場面があるとみんな涙を流して泣いていましたが、最近の人々は
そういうものではあんまり泣かないようです。視聴率が上がらないそうです。しかし万民の生徒の皆さんがとても心が良くてこのように善を慕っていてこのような神様に属するものを見ると愛を感じているのです。神様がくださったものだと信じるからそうです。これだけではありません。マガジンを通して癒しの証もたくさん見て聞いています。牧者が祈ってくださったハンカチがありますね。旧正月の時も来られてハンカチに祈ってくださったのですがどれほど感謝でしょうか。ハンカチで祈ってくださる時自分で癒すこともできると言われました。私たちはまだ信仰がそこまで至っていないのに先生はそのように期待してくださるのです。それで皆さんは自分の体の具合が悪いところにハンカチを当てて自分で自分のために祈るのではありませんか。そして教区の働き人の皆さんが生徒の家を訪問してハンカチで祈ってそして海外でもそうなんですけれども癒されています。先ほどフィリピンのその方も腕の骨折によって手術を受けなければならないのですがハンカチの祈りを受けて完全に癒されたのです。それで自由に腕を動かしていて喜んでいました。このようなハンカチに吹き込まれた神の力これは牧者が祈ってくださったものですがこれを持っていてこれによっても神様が生きておられる大きいものが現れて御業が現れているのです。パキスタンの生徒さんの証です。この方は胆のうに脳腫がありました。それで脳腫を切除する手術を受けたのですがその後にも尿に血が混じってきて病院では初期上皮性がんだと言われました。この方はテレビを通して道海先生のメッセージを聞いて祈りを受けました。その結果神の力と道海先生の祈りによって完全にがんが癒されて感謝して手紙を送ってきました。がんを癒してくださったのですね。パキスタンの方です。パキスタンも貧しい国ですが病院に手術を受けたのですがその後がんだと言われたのですが祈りで癒されました。そしてソンナウンという子供ですが水泡が出たのです。それでこれがだんだん広がってそこから海が出たりしました。手が気のように腫れ上がったのですね。病院に行って診断を受けたのですが祈りを受ければ癒されるとは知ってはいたのですが信仰はそこまでいかなかったので薬を飲ませたのです。お母さんが薬を飲ました後ああこうしてはいけないんだと思ってこの子供に7歳の子供に聞いてみたら祈りを受けて癒されたいと言ったそうです。それで教区長がイーソンシュ先生に連絡をしてハンカチの祈りを受けました。その後かさぶたができてこのむくみも引いたのですね。しかしかゆみはあってまた腫れ上がったのです。で手をこのように曲げることもできなかったのです。それで私のところに来てもう一度ハンカチの祈りをお願いしたのです。で私が見てみたら手にまだ膿が出ていてとても苦しそうでした。しかし子供は笑っていました。泣いているのではなく幸せそうに見えました。それでありがたいなと思いました。それで3回祈りを受けるようにと勧めました。それでハンカチで3回祈ったら良くなって祈りを受けるたびに良くなったのですね。それで3回祈りを受けた後かさぶたも全部きれいに取れてこのようにきれいに治りました。そしてこの子は前もとても教会に来るのを楽しく思って賛美するのが好きだったのですが癒された後からはもっと喜んで教会に来るそうです。そして御霊の人や全く聖なるものとされた方々に会うととても喜ぶそうです。このように小さい時からこの世に頼らないで信仰を持って神様に頼るようになってどれほど感謝でしょうか。またマレーシアから来たリュウ・リーワン生徒さん
皆さんもよく知っていると思います。去年夏のキャンプの時悪霊が出ていたのですね。それで今はとても恵みに満たされて信仰生活をしていて、韓国に来て祈祷員の集会にも参加して恵みをたくさん受けていました。金曜徹夜礼拝が終わって私のところに来て挨拶をして自分の国に帰ると言いました。それでその方と話をしてみたら足に皮膚病があったのです。で、道会先生の場合はどうしてくださったでしょうか。当然祈ってくださったでしょう。それで私もハンカチでその皮膚病のために祈ってあげました。金曜徹夜2部が終わった後証が来ました。土曜日の朝空港に行く途中でした。ご主人が証をしました。妻は耳から何が出ているようだと言いました。それで綿でその中に入れて、拭いたのです。それでこれは随分前耳の中に入っていたものだったし、これが出てこなかったのですが、今回祈りを受けた後これが出てきたそうです。私は耳のために祈ったのではありませんが、このようにその綿棒が耳の中に入っていたものがこれが出るようにしてくださったのです。長い間その中に入っていて困っていたようですが、でもこれは出てきました。そして2018年フィリピンでまた大雨が降りました。どうすればよいでしょうか。前と同じように牧師の祈りを教会の中に流しておいたのですね。それで水が引いていたそうです。雨はずっと降っていたのですが、水がそれ以上入らなかったし水につかなかったのですね。それで今マニラから雲がだんだん他のところに移動しているという映像まで送ってくれました。このように牧者は霊の空間を運用しておられるのです。そして今回来られたマレーシアの生徒さんの証があります。万民教会には1万1000余りの市協力教会があります。ですから生徒の皆さんもたくさんおられるから、いろんな事件や事故がありますね。そしていろんな病気もあるし問題もあると思いますが、マレーシアの支部万民教会の方は左の胸の腫瘍があったのです。6月18日左の胸のところに腫瘍があるのが分かりました。それで腫れ上がって痛くなったのです。牧者に祈りをいただいたハンカチをそこに置いて牧者の録音された祈りを受けたのです。それで自分自身を顧みて涙で悔い改めました。そして韓国に来て祈祷員の集会にも参加して、ダニエル徹夜祈祷会に参加して、深夜の祈祷会にも参加しましたが、その度に聖霊の火が臨んだのを感じたそうです。その後マレーシアに帰って確認してみたら、その胸の腫瘍が完全になくなったと、これは病院のこの診断書まで送ってきました。このように神様は働いてくださるのです。証はたくさんありますが、もう一つ紹介しましょう。生徒の皆さんの証ですね。生徒の皆さんはこのような証を聞くと、ああ素晴らしい、感謝だ、ハンカチに現れる神の力すごい、牧者は離れていても霊の空間の中で運用してくださるんだ、牧者の初めの声は素晴らしいものだと皆さんは感じていると思います。インドチェンナイ万民教会のシュリア・シャラット兄弟の証です。14歳ですが鼓膜が腫れたそうです。6月16日土曜日、友達と遊んでいるうち友達に立たれたのですね。それで耳の方を立たれて鼓膜が破れたそうです。それで病院に行ったら2週間以内に手術を受けなければとても危険だと言われました。しかしこの方、このお父さんは万民の生徒さんでした。それでチェンナイ万民教会の担任先生に連絡をして、それでハンジョンイ牧師が韓国を訪問した時祈りを依頼しました。で、私も総指導教師だから、先生がまずハンカチで祈ってくださいと言いました。道会先生に祈っていただいたハンカチで私も祈りました。どうなったのでしょうか。6月30日土曜日、この兄弟のお父さんは息子さんに電話してみたのですね。まだ小さいのですが
学校の寮に暮らしています。それで電話で話をしてみたら鼓膜が破れて前は痛かったのですが今は痛みもなくなってよく聞こえると言ったそうです。それで病院に行って確認してみたらお医者さんはびっくりしたそうです。鼓膜にあった穴がなくなったそうです。それでもう病院に来なくてもいいと言われたそうです。私たちは世の人々がびっくりすることがよくあります。万民の生徒だからです。それは牧師の空間の中にいるからです。牧師を信頼するからできるのです。牧師を祈ってくださったハンカチを持って私たちはそのハンカチの祈りを信じるのです。多くの証があります。アレルギー、皮膚病とか賞味期限が切れた牛乳を肌が良くなると言われてそれを塗ったのですね。それでそこから副作用があって腫れ上がったのですが道海先生の録音された癒しの祈りを受けて完全に癒されて献身礼拝の時きれいな肌で礼拝を捧げることができたそうです。このように万民は暑いです。イスラエルの民とは違うのです。その理由は何でしょうか。私たちには牧者の空間がありその空間を信じて信頼して牧者の 99% の講義を信じるからです。それで終わりの時牧者と一緒に私たちは世界宣教をしてそしてクリスチャン世界を変えるのです。もちろんまだ完全なものとされていませんが牧師の空間の中にいる万民はこの世の人々は違うのです。肉の人はこのくらい経ったらこうなるべきなのにと思うかもしれませんが万民はそれとは違います。善の反転になるのです。牧者が今まで結んでくださった身通りになるのです。愛する万民の生徒の皆さんはそれだけではなくて御言葉を実現しています。成就しています。いつも牧者は御言葉と祈りによって清めなければならないと言われました。第一テモテ4の5の聖句は覚えておいてくださいと言われました。それで生徒の皆さんが今どれほど祈りどれほど御言葉を武具として身につけて変えられているのでしょうか。生徒の皆さんがそうなので私はこの御言葉が思い浮かびました。フィリピン2の13から18です。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。御心のままに私たちのうちに働いて志を立てさせてくださったのです。どんな志でしょうか。新しいエルサレムに行こうということです。牧者は私たちを新しいエルサレムに導き入れる使命を持っています。それで私たちは行かなければならないと志を立てるのです。それでことを行っているのです。14節すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。15節それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。皆さんは世の光として輝いています。牧者の聖なる空間の中でキラキラ輝いているのです。16節命の言葉をしっかり握ってとあります。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなくとあります。牧者の36年間の努力は無駄にはなりません。苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができますとあります。皆さんの努力も苦労も無駄にはなりません。キリストの日に誇ることになるのです。牧者はいつも私たちに一番良いものを神様に栄光を捧げることを教えてくださり私たちと分けて味わってくださいました。そして一番いいものを私たちが受けるように目で見るようにしてくださりやがて私たちが輝く栄光の場に入るようにしてくださるのです。牧者はお一人でそれを全部受けるのではなくて皆さんにも分けてくださって一緒に誇り
誇ることがあるようにしてくださるのです。この聖句その通りです。牧者の愛の空間、霊の空間の中で私たちはこのように世の光として輝くし、キリストの日に誇ることができるのです。17節、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます、あなた方すべてとともに喜びますとあります。善の反転を起こす牧者、その反転の主人公である私たちです。心を変えさせています。さらに栄光、神様に栄光を返す時、牧者と共に神様に栄光を返したいと万民の生徒の皆さんは思って、この聖書の言葉を成就しているのです。それで使徒パウロが注ぎの備え物となっても私は喜びますと告白しているように、皆さんも同じ告白をしています。神様と主に自分を捧げても悲しいです、辛いです、大変ですというのではなくて、喜びますと告白できる人になっています。使徒パウロの告白と同じ告白を私たちも今しているのです。そして手術4つの献身礼拝の時、イソジン先生も伝えてくださいましたが、最後の勝利を受けるためにとても素晴らしいメッセージでした。第2テモテ4の7から8です。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。霊的戦争で私たちは善を持って戦っているのです。善と愛を行っています。私たちにくださった牧者の教えを信じて、牧者の善と愛が誠であることを見せているのです。神様がそのように教えてくださったので、私たちは勇敢に戦っています。そして走るべき道のりを走り終えるのです。私たちが悪を行ったならとても恥ずかしいでしょう。しかし私たちはどうではありません、そうではありません。善を行ったから大胆に走るべき道のりを走り終えたと告白できるのです。神様の前に立った時、神様は私たちに信仰の証拠として栄光をくださるのです。次8節、今からは義の栄冠が私たちのために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。私は最近この御言葉をよく思っています。この聖句を思いながら、皆さんがこの通りに行っておられるんだと思いました。前は私たちはただ受けるだけ、また味わっているだけだったのですが、今は自分を捧げようとしていて、自分が注ぎの備え物となっても喜ぶと告白しています。それで夜も昼も目を覚ましていて祈っています。それで今は私たちはその愛に報いようとしているのです。自分の心を分けて人に与えようとするのです。神様に栄光を返すために、自分を捧げる人になるために祈る万民になりました。どれほど感謝のことでしょうか。この姿が反転ではありませんか。悪い人々が考えたことと違う結果ではありませんか。これが善の反転です。この姿は万民の姿です。牧者の羊の群れとして、牧者の身らしくその行いをしています。牧者の生き方を私たちはこの世に見せているのです。それで私たちは牧者の証人です。私たちは牧者の真実を知らせる万民です。このように変えられた姿が世の光となるのです。それで万民は誇りとなるのです。この世に扱わしている万民です。どれほど感謝でしょうか。昔の信仰の人々も考えてみます。その方々は信仰の道を歩んでいた時どうだったでしょうか。もちろん主と共にいた弟子たちもいたのですが、神様は天におられますね。そして信仰の人々は地上で働いていました。その時どんな道を歩んだでしょうか。鞭で打たれたり、先週も伝えましたが、使徒パウロも迫害されて石打ちにされて死んだものと思われたのですが、また生き返って立ち返ってまた宣教に行けました。そのような苦しみがあっても、その人々は神様の愛により頼んでその道を歩んだのです。肉的に見れば神様と離れていました。
首都を離れているところにいました。しかしそれでも離れているとは思わなかったのです。なぜでしょうか。心は一つだからです。自分の心の内に神様がおられ、主がおられるから。そうです。万民もそうではありませんか。今の皆さんは今は他の空間に離れてはいますが、私たちは心が牧者と一つです。それで心に牧者が教えてくださったことを刻んでいるのです。神様の恵みが私たちの心にあふれているから。ですからこの霊の空間というものは肉の人には理解できない愛の空間であり、心の空間です。離れているようでもいつも交わっているのです。これが霊の空間であり、愛の空間であり、心の空間です。今の万民の皆さんはそうです。序論が長かったのですが、善の反転を起こす牧者と私たちは共に歩んでいて、皆さんにとても感謝です。皆さんが誇りと思っています。今日の本文ローマ書8:35-37、この御言葉は万民の生徒の皆さんにとてもふさわしい聖句だと思います。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。恐れませんね。皆さんは弟子たちという賛美もありますが、恐れはありません。怖いものもありません。弟子たちという賛美をくださって、神様はあらかじめ賛美をくださって、イースターの時、行為の時、私たちはどれほど心が熱かったでしょうか。私も弟子たちのようにそのように告白できればと思いましたが、今皆さんがそれができるのです。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。私たちは恐れません。なぜでしょうか。牧者の空間により頼んでいるからそうです。36節、あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私たちは嫌々ながらではなくて、圧倒的に勝利しているのです。万民の生徒の皆さんは神様を愛して神の力によって生きています。このような人々はどんな姿だったでしょうか。神様を愛して、この地上にいても神様がくださった愛の力によって生きている神の人々はどのような生き方をしたのでしょうか。これから説明します。第1、すべてのことにおいて神様のサインを探し出しました。つまり神様の良き御心を探したのです。サイン、つまり合図ですね。神様の信号を探していたのです。今の万民の生徒の皆さんがそうです。神様の良き御心が何なのか、自分にくださった神様のサインは何なのかを探しているのです。そして何を思っているのでしょうか。神様の心、主の心、牧者の教えを握って、聖霊の空間の中で、すべてのことにおいて神様のサインは何なのかを探しているのです。神様には悪がありません。ですから悪い御心はありません。良き御心です。必ず善の反転によって栄光を返すようにしてくださる方です。このような神の良き御心をすべてのことにおいて探すのです。多くの昔の信仰の人々がいますが、その中でエリアの例を挙げましょう。どれほど良き御心を探したでしょうか。神様のサインをすぐ見つけました。第1列王記18:41-45を読んでみれば分かります。エリアは異邦の神を仕えている人々と850人と対決をしました。それでその前までは王に迫害されて隠れていました。また飢饉がやってきても神様が守ってくださって、カラスを通して養うようにしてくださったのですね。水も食べ物も神様がくださったのです。それで帰ってきて、その異邦の偶像を仕えていた850人と対決しました。それだけでも疲れたはずなのに、しかしエリアはそこで疲れたと休もうとしませんでした。その後神様の愛を見せなければならなかったからです。それですぐ何をしたでしょうか。アハブに言いました。大胆に宣言しました。なぜ大胆に宣言できたでしょうか。自分を殺そうとしているアハブ王です。しかし神の人エリアは言いました。登って行って飲み食いしなさい、激しい大雨の音がするからと言っています。
何か神様がくださる信仰があるから大胆があるからこう言えますね。神様がどんな方なのか 100% 信じたからこのように大胆に言えたと思います。そしてその後何もしなかったのではありません。信仰の行いを見せました。預言者エリアはその後どこに行ったでしょうか。カルメル山の頂上に登りました。そして地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめたとあります。切に祈ったということですね。私はこの聖句を持ってメッセージ伝えたりしますが、聖地巡礼に行った時、預言者エリアの姿を神様が見せてくださった時がありました。私が見た時、人とは思えませんでした。なぜなら背中の背骨が見えたから、背骨がはっきり見えました。それであんまり汗だらけになっていたのですね。それで顔が見えなかったし、この丸い姿を見たのです。背骨の形が見えて、それで人とは思わなかったのですが、じっと見ていたらそれは預言者エリシャでした。このように自分の顔を膝の間にうずめて切に祈っていたのですね。ひざまずいて、とても恵みを受けました。それを見てとても涙が出ました。神の御言葉を実現する方、神様の人なのにこれほど切に祈ったんだと。神様に栄光を返すためにこの地上に公義があるし、神の御心を繰り広げる信仰を見せなければならないから、ここまで切に祈ったんだと。牧者もそのように祈ったし、祈祷院長先生もそのように祈っています。それで私も涙が出て、私もそんな祈りをしようと決心したのです。このように切に祈ったのです。43節、それから彼は若い者に言った。さあ登っていて海の方を見てくれ。若い者は登って見てきて、何もありませんと言った。預言者エリシャに仕えていた若者なら、それでも信仰がある人ではありませんか。誰もを使える人に しないでしょう。エリアが850人と対決してどのように勝利したのか、そばで見ていたでしょう。名前も書いてない若い者ですが、でエリアがこのように自分の顔を膝の間にうずめて祈って、そして海の方を見てくれと言いました。その時若者は何もありませんと言いました。しかしエリアは7度繰り返しなさいと言いました。この若者はその意味はよく分からなかったのですが、あまりにも切に祈っている姿を見て、信仰があったならと言ったでしょうか。ちょっと休んでください、水でもいっぱい飲んでくださいというのは書いてありません。心を配っていたなら、善と愛があったなら、何か助けようとしたでしょう。しかしここにはそういうのは書かれていませんね。神様は善と愛をとても喜んで書いてくださる方ですが、若者はそんな行いはありませんでした。若者の信仰はないのです。エリアの信仰でした。それで神様が助けてくださいました。誰も助ける人もない一人での信仰の道を歩んでいたのです。そして一度目、二度目、三度目になっても何もありませんでした。堂々と王に言いました。激しい雨の音があるとこのように宣言しておいたのに、今は何も現れていないのです。しかし一回行ってみたら何もありません。二度目行ってみても何もありません。三度目行っても何もありません。若者が確かに何かあるでしょうと信仰で告白してくれたのでもありません。エリアは一人で戦っていたのです。7度目まで祈っていました。一人で霊的に戦っていて、神様に祈りながら神様の良き御心を探していたのです。それで結局7度目になって、若い者は言いました。人の手のひらほどの小さな雲が海から昇っていますと言いました。若者はエリアのように祈らなかったのですね。それでただ自分が見た通り伝えました。肉の目で見た通りに告白したのです。しかしエリアはそのサインを、これは激しい雨の音だと見ました。このように御霊の人と肉の人は違うのです。小さい
人の手のひらほどの小さい雲が見えたとき、預言者エリアは神様のサインを分かったのです。それで神様を信じたので、現実は何も見えないし、一度目、二度目、三度目行って何もなかったのですが、そのような状況の先が見えなかったときも、神様のサインを探して信仰を見せたので、結局はその小さい雲を見てでも、それは大雨だと信じてアハブ王に言いました。車を整えて下っていきなさいと。そしてエリアはアハブの車より前を走っていきました。どれほど素晴らしいことでしょうか。霊の空間に乗っていったのですね。アハブ王の車より早く走っていきました。このように信仰の人々は神様を愛して、神様の力によって、神様の愛の力によって、すべてのことにおいて神様が望んでおられることを行っています。神様のよき御心を探して、結局は大いに栄光を返すようになるのです。何も見えない現実の中でも堂々と屈しないで、自分を助けてくれる人がいなくても神様にだけより頼んでいたのです。人が分かってくれるのを期待しないで、一人で黙々と信仰の道を歩んでいたエリアの姿でした。万民の生徒の皆さんもこのように行っていると思います。もう一人の例を挙げましょう。先週も使徒パウロの例を挙げましたが、使徒パウロは宣教しながらいろいろ苦しみをたくさん受けたのですね。鞭で打たれたり、また殺されかけられたりしたこともたくさんあります。私も父は万民教会に来て最初から清められたのではなかったので、自分のいろいろな心で悩んでいたこともありました。その時涙で祈っていたら、神様がこの聖句をくださったのです。それで私はとてもこの御言葉を愛しています。使徒パウロは本当に素晴らしい、使徒パウロの主への愛は本当に素晴らしいと思って、で私は自分の神様への愛をもう一度顧みたのです。断食するとお腹が空きますね。悪を捨てるために断食しているのに、お腹が空いていると人はちょっと癇癪を起こしがちなのではありませんか。このように悪を捨てるために断食しているのに悪が出てしまうこともあるのです。それで私はそれに悩んでいた時もありました。しかし36年間経った今の皆さんはどうでしょうか。使徒パウロのように善の告白ができる皆さんに変えられていると思います。使徒の働き27-21-26です。ローマに押送される時でした。使徒パウロは27章21節、こう言っています。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れ、クレテを出版しなかったなら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お勧めします、元気を出しなさいと。使徒パウロは百人隊長に言いました。この船に乗っていけば苦しみに遭うようになると。それで大きい暴風に遭ってしまったのです。それで使徒パウロは前もって知っていたので忠告したのに、船長と人々はそれを受け入れなかったのです。それで出版してしまいました。それで最初は穏やかな風が吹いていいなと思って進んでいたのですが、でもその後激しい暴風が吹いてきて、本当にみんな難戦して困っていました。それで長いこと食事も取らなかったとあります。また数日間太陽も出なかったし暗かったのです。で大きい暴風がやってきて、そのまま吹いていたのです。それでその船に乗っていた人々はどう思ったのでしょうか。自分たちがもう生きられないと思っていました。それ以上救われないと思ったのです。太陽も星も見えない日が何日も続いたので、激しい暴風が吹きまくっていたのです。ですから助かる最後の望みももうないと思って諦めていました。しかし使徒パウロは告白しています。皆さんが私の忠告を聞き入れてくれたなら、このような損失はなかったでしょうと言っているのです。神の人である私が言うことをなぜ聞き入れなかったのかと
責めていたのではありません。私は神の人です。神の良き御心を伝えている人です。神様はあらかじめ私に伝えてくださいましたと、神様の栄光を返すために悟らせてはいます。しかしその後良い行いをします。すべてのことにおいて神様の良き御心を探して、神様のサインを探しているのです。エリアの場合は先ほどどうしたのでしょうか。何もないこのような状況で七度祈りながら、切に祈りながら神様の良き御心を探しました。そして使徒パウロはこのような難戦している困った状況でどうしているのでしょうか。良い行いをしているのです。自分に神様があらかじめ教えてくださったから人々に忠告をしたのですが、しかし人々はそれを聞き入れなかったのです。それで今回のこの出版によって私たちは命が危なくなることもありますと前もって言ったのですが、百人隊長も聞き入れなかったし、船長もそれを聞いてくれなかったのです。それで使徒パウロの言うことを聞いてくれなかったのですね。しかし使徒パウロは私の忠告なんで聞けなかったのですかと、このように指摘したり責めたりしているのではありません。自分が神に仕えている人だということを悟らせるためにこのように言っているだけです。その後使徒パウロは何をしたでしょうか。人のせいにしませんでした。あなた方は私が神の人なのにどうして聞きれなかったのか、なんで聞き従ってくれなかったのですかと、このようにその人のせいにしないで、その次何をしたのでしょうか。神様の前に祈っていました。それで22節、しかし今お勧めします。元気を出してください。神の人々はこのようにみんな良い行いをしているのです。旧約時代のエリアも新約時代の使徒パウロもそうです。エリアはアハブ王に飲み食いしてください。激しい雨の音がしますと堂々と宣言しました。このように使徒パウロも堂々と言っているのです。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。元気を出してくださいと言っているのです。23節、昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけませんパウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。神様への信仰を見せて、神様に栄光を返して、自分が神の人であることを堂々と言っているのです。私が仕えている神の御使いがこのように私に告げてくれました。私は神によってそれを信じますと言っているのです。その船に乗っていた人々はみんな私たちはもう死ぬんだと思って諦めて笛を言って泣いていたのですが、使徒パウロは神の人らしくその暴風の前でも黙々と祈り、そして堂々とこのように恐れてはいけません、元気出してくださいと言っているのです。神様への信仰を見せて、神様がくださったサインを伝えているのです。26節、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられますと大胆に宣言しています。そして実際そうなりました。使徒の働き28章1から6を読んでみれば、マルタと呼ばれる島に言ったのです。そこでどんなことが起こるかについて神様は全部教えてくださったのではありません。その島で寒くて火を焚いていたら、そこから一匹のマムシが出て使徒パウロの手に下がっていたのか、しかし使徒パウロは死ななかった。それで島の人々はそれを見てびっくりして神様だと言ったとは、とまで詳しくは使徒パウロは知らなかったのですが、御使いによって告げられたのは自分たちの命は救われる、そしてどこかの島に打ち上げられるということでした。そして神様の良き御心を信じて祈ったら、神様が全ての環境を動かしてくださいました。それで島で雨が降り出していたので寒かったのです。それで火を焚きました。そうしたらその熱気のため一匹のマムシが這い出してきて、パウロの手に取り付いたのです。この状況だって見ると最悪でありませんか。
それで人々はパウロを見てその時何と思ったでしょうか。パウロはこのような良くない環境に置かれた時どうしたのでしょうか。本当に苦しい状況でパウロは神様に祈って神様の答えを得て、それで結局島で救われました。しかし そこでも良い環境があったのではありません。一匹のマムシが出てきてしまって彼の手に取り付いていたのです。それで肉の人なら不平を言うかもしれません。しかし使徒パウロはそれを自分の手から振り落として何の害も受けなかったのです。それで島の人々はそれを見て驚いて神の人だと認めて、それでパウロは島の人々に伝道してその人々が救われたのです。このように神様に栄光を返すことがありました。これによってローマに行った時もっと大きい栄光を受けるようになるのです。それが使徒の働き28-15節まず読んでみましょうか。彼ら使徒パウロとその人々がその島から離れていった時、その島の人々がいろんなものをくれたのですね。それで本当に熱いもてなしをしてくれました。それで神の力によって癒しの御業もあったのです。それでローマに着いた時、ローマの人々は使徒パウルを迎えに出て行きました。それでパウルは彼らの前で大胆に振る舞いました。なぜ大胆だったでしょうか。神様が暴風の中でも守ってくださったからです。使徒の働き28-15節です。ローマから出迎えに来てくれた人々にパウロは会いました。そして神様に感謝して勇気づけられましたとあります。神様が共におられたからそうですよね。それで使徒パウロが到着した時、兄弟たちが迎えに来ました。その時パウロは証しをしたのではありませんか。それで神様に感謝しました。私たちもそうです。牧師に神様が何か霊の世界のものを見せてくださると、牧師はいつも神様に感謝しました。感謝献金を大いに捧げたのです。神様はこのような素晴らしいもの、霊の世界のものを見せてくださって感謝しますと。それで使徒パウルも同じでした。神様に感謝して勇気づけられたのです。その後どうなったのでしょうか。大胆に神の国を伝えたのです。そしてイエス・キリストについて伝えて、それを禁じる人はいなかったとあります。ローマに入って伝道して教えたのです。31節、大胆に少しも妨げることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたとあります。このように神様を愛する人々は神のサインを探して神の良き御心を見つけて行うのです。自分が置かれている良くない環境の中でも神様のサインを探して神様に栄光を返しました。預言者エリアがそうだったし、使徒パウルもそうでした。使徒パウルは自分と信仰が違う人々の前でどんな行いをしたのでしょうか。それで神様の大きい摂理に従っていったのです。自分に与えられている環境によって不平を言いませんでした。神様の良き御心を探していったのです。それで神様を愛して神様の愛によって生きている人々は、第一、神様のサインを探すと言いました。次です。次は神の時を待つことです。神様がなさることを信じるから神様の時を待つのです。神様がすべてを司ることを信じるからそうです。神の時を待つ信仰の人々、使徒の人、そして万民の皆さんもそうでありませんか。私たちは牧者の身となるために、牧者にお会いするとき堂々と告白したいと思って断食して行っている方々なので、今のこの時間を過ごしています。一日一日私たちは待っています。長い時間が流れていますが、皆さんはその間に何をしているのでしょうか。絶望、苦しみ、痛み、不満、自分の義を撒いているのでしょうか。そうではありません。万民の生徒の皆さんはこの時間の間、神様がくださる善の反転、答えの時を待っています。何をしながら待っているのでしょうか。この時間をただ無駄扱いしているのではありません。神様
に行かすその時、牧者にお会いするその日を慕いながら待ち望み、一日一日を過ごしているのです。私たちは父なる神様と主牧者を待っています。この3人の方々も互いに待っておられるのではありませんか。その神様の待ちというものが何なのか、前は私たちは全部理解できませんでしたが、最近それを感じていると思います。少しとはいえそれを感じていると思います。父なる神様も6000年間を待ってくださいました。主もこの地上に来られて33年間私たちのための公義を満たして犠牲になって献身して救いの道を開くまで、その日々を過ごしながら一人でも多くの人を返させるために犠牲になって待ってくださいました。そして今も花嫁たちを待ってくださっています。牧者の36年間も待つ時間でした。私たちが帰られるのを信じて期待して待ってくださったのです。愛する牧者に先生、愛する先生申し訳ありません、罪を犯しましたと悔い改めの手紙を書いても、牧者は愛するという告白を信じて私たちのために祈り、また待ってくださいました。私たちが帰られると信じて期待して待ってくださる信仰の時間でした。このような時間を私たちはいただいたのです。それで霊の空間の中でその時間を縮めたり伸ばしたり、またその時間が止まったりする、このような恵みも受けているのです。それで私たちは主がまた来られるその日を待っています。私を連れに来られるその死を慕う心で、1秒1分を無駄に使わないで信仰で撒いているのです。ガラテヤ6の8から9を見ればこうあります。自分の肉のために撒くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために撒くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。皆さんは永遠の命を刈り取っています。善を行うのに相手はいけません。私たちはどんな状況でもどんな人に会っても善を行わなければなりません。そして失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになるのです。神の時を待っているのです。神様が刈り取るようにしてくださる時を待っているのです。生徒の皆さんは最近御言葉を武具として身につけるために聖書を読んでいますね。そして答えてくださる神様の言葉を思い浮かべながら祈っていると思います。神様はどんな方でしょうか。申命記7の9です。あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり誠実な神である。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を先代にまでも守られるとあります。誠実な神、その方、その神様を愛してその命令を守る人には恵みの契約を先代にまでも守ってくださる方です。その神様の愛と神様の誠実さを思いながら皆さん祈っているのではありませんか。箴言16の1から3です。人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う、しかし主は人の魂の根落ちを計られる。あなたのしようとすることを主に委ねよう、そうすればあなたの計画は揺るがないとあります。皆さんはこの御言葉を握って祈っていると思います。私たちは心に計画を持っても答えをくださる方は主です。ですから主に委ねて祈っているのです。ですから皆さんは祈って断食しているのです。神様は魂の寝落ちを図られる方です。ですから皆さんは今自分の心で善を行っているのか、神様がご覧になるときふさわしい心なのかを顧みながら、1秒1分無駄に使わないで善を行おうと断食して祈って努力していると思います。それで私たちは神の時を待っているのです。神様が答えてくださる時を信じて待っているのです。
簡単にの2人の例を挙げようと思っています。時間がもうないので1人の例を挙げて、の次水曜礼拝の時もう1人の例を挙げます。ヨセフについてです。私たちはヨセフについてよく知っています。本もありますね。それで神様はその前どのような答えがあるのか、何がどう進むのかよく知っておられます。それで私たちはその神様を信じて神様の時を待つのです。これは第2だったのですが、私は第1で神様のサインを探すことを伝えましたが、その時エリアと使徒パウロの例を挙げました。そこでの結論があったのですが、ちょっとスキップしたのですね、申し訳ありません。第1に戻りましょう。全てのことにおいて神様のサインを探して、神様のよく御心を探す神の人は愛の力によって生きるのです。万民の聖徒の皆さんがそうです。それで今この流れ、この状況の中で、自分に与えられた現実の中で、皆さんはどんな神様のサインを探しているのでしょうか。私たちが変えられること、神様に栄光を返すこと、これを皆さんは見つけたと思います。皆さんがどう行うべきかを知っていると思います。今の万民は全く聖なるものの流れです。これはどんな流れでしょうか。信仰の5段階です。神様に喜ばれる段階です。牧者の使命は私たちを新しいエルサレムに導き入れることです。これが牧者の使命です。私たちはそれをよく知っています。今のこの流れはその新しいエルサレムに入るための流れです。それは私たちにくださった自由意志によって自発的に善を行い、神様に喜ばれることを探して行うことです。まだ皆さんは完全になってはいませんが、しかし万民の皆さんはそれを行っているのです。それは牧者を愛する力によるものです。牧者を信頼して牧者の善と愛の空間の中にいるからそうです。エリアがそのような状況の中でもただ神様に目を向けていたのです。神様が望んでおられる行いだけを探してしていました。神様がエリアにこうこうしなさいと言われなかったのですが、しかしエリアは神様を信じて行いました。それで自分の顔を膝の中にうずめて、そのように切に乗ったのです。それが神様に喜ばれる信仰の行いでした。神様にただ目を留めていたのです。自由意志によるものでした。神様に栄光を返す生き方をするのです。これが神を愛する人です。使徒パウロも同じです。新約時代の使徒パウロも神様に自分の心を留めていたのです。神様の栄光を返すために、神様の良き御心を探すこと、神様のサインを探すことでした。それで自分の心を固定させていたのです。今の万民の皆さんはどうでしょうか。牧者の生徒の牧者の羊の群れであることです。それで私は牧者の生徒だからこの行いをしなければならないと自分から進んでしているのです。悪を選ぶと神様が喜ばれない、善を選ぶと神様が喜ばれる。万民の聖徒の皆さんがそれを知っているから、誰がこうしなさい、ああしなさいと言わなくても知っているのです。断食しなさい、定めて祈りなさいと言わなくても皆さんは自分から進んで知っているのです。神様に喜ばれることを探して行っているのです。会社で仕事をして学校に通っていて、あちこち自分のすべきことをして、そして自分の時間を割いて神様に捧げ、もっと捧げようとしているのです。そして注ぎの供え物となっても喜ぶ、このような行いをしているのです。これが万民の今の霊の流れです。これができるのは牧者のゆえです。それで私たちはできるのです。牧者と私たちとしばらく離れていますが、神様が今の私たちにくださるサインがあります。この流れの中で牧者を信頼する人だというのを明らかにする
このような行いなのです。善の反転は肉の人とは考えが違うこと、そして万民の生徒の皆さんはどのように行っているのか、そして皆さんに現れている証など、そして皆さんが霊の世界のものをどれほど慕っているのか、牧師の空間をどのように信頼して頼っているのかについて伝えました。牧師の99の講義に頼っているとき、まだ私たちを欠けたところがたくさんあっても、昔の信仰の人々のように行いをしているのです。そして預言者エリアの例を挙げて、使徒パウロの例を挙げて説明しました。神様を愛する人々は自分に置かれた環境を見るのではなく、神様にだけ目を向けて目を離さなかったのです。万民の生徒の皆さんも同じです。それで牧者の空間の中で万民の生徒の皆さんはいて、それを信じて牧者の身となっていて、そして誇らしい万民になっているのです。この続きは水曜礼拝の時伝えます。メッセージを覚えて祈ります。父なる神様、感謝いたします。万民は誇らしい万民です。牧者の羊の群れです。牧者が教えてくださった通りに心に留めて移り変わらないで熱く走っています。感謝します。それで今のこの時間の中で神様が望んでおられることは何なのか、その神様のサインを探して行っています。新しいエルサレムを慕って自由意志によって善を行っています。神様から目を離さないで牧者が教えてくださった通りに行っています。感謝いたします。栄光をお受けください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会場先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と至聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで56分骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵だらくまサタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどおはらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、心血など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵だらくまサタン、空中の敬意を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇を皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を求めて祈れる
ように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御命で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。韓日賛唱歌404番を賛美しながら、良いした献品を捧げます。韓日賛唱歌404番です。Dream.
満民ニュース発行のお知らせです。848号満民ニュースが発行されました。第一面には聖吉の御言葉と神の力で主の福音を地の果てまで伝える私たちの教会が開拓36周年を迎えたニュースが、第二面と三面には三位一体の神様の属性である愛と公義を適切に調和させて完全な愛を実現した事例を調べてみた神の愛2回目のメッセージが載っています。第4面には万民の働きを通して変化を体験したイスラエルホロコースト生存者講演連盟会長アンジロ・カジロフスキ博士と、またセルゲイ・ビロベツ会長、またエクアドルのガルトロ政党の恵みあおれる証が載っています。もう一度韓日参照会404番賛美します。祈ります。父なる神様、10分の1献金捧げます。感謝献金、建築献金捧げます。喜んで大きになり親しく安守して押し付けすり入れあおれるまでに祝福してください。求めと祈りを聞かれ答えてください。家庭職場を守って祝福してくださり、10分の1献金が増し加えられ、感謝の条件があふれる祝福を与えてください。30倍60倍100倍以上に祝福してください。感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りで礼拝が終わった後、20分から賛美と祈りの時間があります。主の祈りによって金曜日は一部礼拝を終わります。天にまします。我らの父を願わくは、皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。